はい、こんばんは。どうも、ハルポンです。三国志新選の動画撮っていきます。今回も星4戦法の紹介になります。2個前の動画で無課金、廃課金関係なく、まあ必ずね、手に入れておきたい星4戦法ということで、3つの戦法を紹介しました。まあその3つっていうのは楽法、座主古城、射石陰雨という戦法なんですけど、その3つも強力なんですけど、今回紹介する星4戦法も非常に強力なので、ぜひ手に入れておきたい戦法になります。では早速、その3つの戦法をね、紹介していきたいと思います。はい、1つ目はこの画面に映っている不辱指名という戦法になります。兵種タイプは、どの兵種タイプにも適用されます。で、戦法タイプはアクティブ戦法になりますので、まあ、一定の発動確率で発動する戦法タイプと。で、効果と目標は、まあ、敵軍単体に与えられます。はい、で実際に戦法効果というと、戦法効果というのは、敵軍単体に平人攻撃を1回与えて、その後 30% の確率で強行状態にすると。まあ、平人攻撃のダメージ率としてはマックスレベルで 220% ですね。かなり高いです。はい、でその後に 30% の確率で強行状態にすると。で一旦の間持続しますと。まあ、そのね、平人ダメージだけだったら別にこの戦法強力じゃないんですけど、その後に 30% の確率で強行状態にするっていうところが非常に強力になります。まあ、実際に後でその強固状態というのがどんな状態なのかを戦歴でお見せするんですけど、相手がね、強固状態になると何もできないのでかなり強力です。はい、で発動確率自体は 40% ですね。そこそこ高いですね。はい、でどの武将が手に入るかっていうと、範将という武将ですね。なので範将当たったら、ぜひね、継承しましょう。はい、で、まあ、使用武将ランキングって書いてあるんですけど、まあ、使用武将は、ここに書いてあるね、巨長とか孫策、観念、武器、張飛といった武将に、組み合わせるといいです。はい、じゃあ続きまして、2つ目いきます。2つ目は、防勢強略という戦法ですね。こちらも兵種は、どの兵種にも適用されて、戦法タイプアクティブ、さっきの不辱指名と一緒ですね。で効果目標も不辱指名と一緒で相手単体に与えられます。で戦法効果どんなもんかっていうと、敵軍単体に平人攻撃を与えてダメージ率マックスレベルで 172%、 さっきの不辱指名よりは、48% ほどね、低いで、強行状態にすると。さっきと一緒じゃんみたいなね、さっきと一緒じゃんみたいな話だと思うんですけど、まあちょっと違う。さっきのは、さっきの不辱指名はこの物理攻撃を与えた後、そこから 30% の確率で発動するんですよね、強行状態が。ただこの防勢強略という戦法は、戦法の発動確率自体で強行状態が発動します。なので 35% でダメージと強行状態。さっきのは、さっきの不辱指名は 40% でダメージで、そこからさらに 30% なので、まあ、強行状態が発動するのは 12% なので、まあ、ちょっと低い確率的には。なので個人的には不辱指名よりは防勢強略の方が、強いと思います。でどの武将から手に入るかっていうと、李郭ですね。なので李郭も当たりましたらぜひ継承しましょう。で使用武将ランキング、まあ、ここはねほとんどさっきと一緒かな。張飛、張雲、巨長、宝徳、関、特にね張雲持ってたらぜひこの防勢強略はつけておきたいですね。張雲のね固有が、制御状態にならないっていう効果なので非常に強いんでね、つけておきたいですね。はい、じゃあ続きまして3つ目、
まあ、続きましてっていうか最後の3つ目いきます。はい、最後は白眉という戦法です。こちらも兵士の適用はどの兵士にも適用されて、戦法タイプがさっきの侮辱指名防制級略とは違ってパッシブになります。で、効果は、まあ、強化効果と、で目標は自身、まあ、自分自身を強化するっていう戦法ですね。で、戦法効果は、戦闘中自身のアクティブ戦法の発動確率が 12% 上昇すると。なので、さっきのね侮辱指名とか防制強略のパーセンテージを上げるっていう形になります。はい。で、発動確率はね 100% で発動します。まあ、これつけたら必ずアクティブ戦法の発動確率は 12% 上昇すると。で、誰から手に入るかっていうと馬領ですね。なので馬領は、しっかり継承しましょう。で、まあ使用武将ランキングっていう風に出てるんですけど、まあ関羽ね、関羽はアクティブ戦法を持ってますから、雷鳴天下というアクティブ戦法を持ってますので、はい、このね雷鳴天下の発動確率を 12% 上げることができると。白眉をつけてればね。なので 47% とかになるって感じですかね。で、もう一つ白眉と、例えばカウンの場合だと、まあ雷鳴天下が固有であって、白眉をつけて侮辱指名だったり、さっき紹介した防制強略を、つければ、まあ、アクティブ戦法2つのね発動確率が上がるという形になってますので、白眉はね、しっかりアクティブ戦法を2つつけた武将に、つけましょう。はい、まあ、そういう感じで使えばいいと思います。では最初に、侮辱指名のね、戦法を紹介したときに、その強行状態がどんな状態になるのかっていうのを戦歴でお見せすると言ったので、その相手をね強行状態にした戦歴がありますので、そちらを見せていきたいと思います。はい、戦歴の画面になってると思います。まあ、第3ターンね、張飛に今回、防制強略をつけました。で、張飛が行動開始と。で、張飛が先方防制強略を発動で、弁慶、相手のね弁慶さんは張飛防制強略のダメージにより、まあ兵力損失、これね兵力、防制強略自体のレベルは上がってないのでちょっとダメージ率は低いんですけど、まあ、見せたいとか強行効果なのでね、ダメージ率は気にしないでください。で、弁慶さん強行状態になりました。で、その強行状態になった後弁慶さんどうなるかっていうと、この第3ターンの行動順的には張飛が先に一番最初に行動ですね。で、次に甲虫とか相手の豊とか諸葛亮っていうのが行動なんですけど、弁慶さんは最後です。はい。で、弁慶さん行動開始。ただし弁慶さんは防制強略による強行効果を実行ということで、弁慶さん行動不能になれてます。これがね強いです。強行効果の内容が伝わりましたかね。弁慶さん動けなくなってしまいました。なので弁慶さんは一旦無駄にしたって感じですね。はい。で、じゃあ、まあ永遠にこの行動順っていうのは、まあ速度によって、ステータスの速度によって変わるんですけど、まあ張飛が永遠に防制強略をね毎ターン発動すれば、弁慶さんなり相手の車中とか豊は、あ、違う、もう一回ね弁慶さんに防制強略した場合、ずっと強行状態が繰り返されるのかっていうと、そうではないです。実際に4ターン目にもう一回張飛は行動を開始して、先方防制強略を発動するんですね。しかも弁慶さんに、ただ弁慶さんには強行と同等以上の効果が発動済みっていうことで、まあ強行状態がもうすでになってるという判定をされて、この4ターン目の防制強略の強行状態は、弁慶さんには食らいません。なので実際に弁慶さんは4ターン目行動開始できちゃいます。そこで弁慶さんの強行効果が消失するので、
まあ、連チャンで便器さんをね、強固状態にするのはちょっと無理という形ですね。はい。まあ、違う武将ね、車中とか豊を強固状態にすることはできます。はい。まあ、一応ね、おまけでちょっと2ターン連続で同じ相手に強固状態が食らうのかっていう検証にもまあなったんですけど、まあ2ターン連続同じ武将にはね、強固状態にならないと。防勢協略の場合はならないって感じですね。はい。まあちょっと戦歴の方長くね、喋りましたけど、なんとなくその防勢効果というものが伝わりましたかね。相手をまあ行動に不能にするっていうのは非常に強力で、これから、三国志新戦の方ね、進んでいくと、実際に対人戦が起きると思うんですけど、対人戦で相手を行動不能にできれば、戦闘がね、かなり有利に進めるので、今回紹介した、まあ、腐辱締め、防勢協略、で、それをね、サポートする白尾っていうのは、非常にね、強力な戦法となってますので、ぜひね、手に入れておきたいところです。はい。じゃあ今日はね、そんな感じで、戦法3つ紹介しました。じゃあ、実際に対人戦起きた時に便器さんみたいにならないようにね、戦法手に入れておきましょう。はい。じゃあ終わります。バイバーイ。